いや、あれはちょっと、もうこれほんま50人ぐらい喋らんと、この話も消化できへんというか。一旦もう乾杯から行こうと思いまーす。どうも、どうも、日本ただいま、恥ずかしながら帰ってまいりました。乾杯、ありがとうございます。終始はどうだったんですか？まあ、ぼちぼちぐらいですね。前半めちゃめちゃきつくて、うぜえって思ったんですけど、まあ後半、まあなんとかなって、なんか行ってた日数の割には、いまいちかなとは思うんですけど、なんか、よく考えたら今回その撮影とか観光も結構いっぱいやらせてもらったから、売った時間で言うと、まあ、あのレートならこんなものなのかなっていうぐらいの収支に収まりましたね。こんばんは。最近 M ホールデムっていうアプリ出ましたけど、結構いい感じにライト層が新規に入りそうですね。僕もこの前そのサミーの方と挨拶させていただいて、もうちょくちょく見ますもんね、やってるのをね。いいですね。僕もほんまに久しぶりにアメリカ行って、久しぶりの稼働をしてきましたよ。久しぶりやったからかな。やっぱりちょっと惹かれた時イラッとしたもんな。うわ、嫌やって思って。はいはいっていう作業にならずに、うわ、だる、結構今の嫌とか思って、なんか、だるも変えて飲みたいみたいな気持ちになったこともありましたね。まあ、特にホールデムやから、いや、今回マジでね、前半きつかったんですよ。前半っていうか、まあ、そういうこと、エイシーズキングスって、食らうのも食らわせるのも、結構、まあ、月200何十時間打って、1.2、3回ずつぐらいなんですよね。食らわせる方も食らう方も。で、今回全然打ってないんですよ。100何十時間ぐらいしか打ってないのに、まずキングスエーシーズ3回食らって、エーシーズキングスを負けてるんですよ、1回。なんやねん、これ。どうやって勝つねん、マジポーカーって思って。なんやこれってなりましたね。で、逆はなかったし、こんなもん勝てるか、思いながら。まあ、最後なんだかんだ、なんとかなりましたけど、行き帰りで隔離はなかったんですか？向こう行って、初日にニューヨークでワクチン打って、当日で。で、それからはずっとニュージャージーにいて、自主隔離が3日あるのかな？でもワクチン打ってワクチンパスポート持ったから、みたいな感じで。で、ニューヨークとかロスからは、帰国したら羽田で、強制隔離があるとかないとか。でも、3週間以上経ってる人は大丈夫なんですよ。で、僕ニューヨーク初日やから、そこからはずっとニュージャージーとかにいたから、で、帰りも、ニュージャージーのニューアーク空港からシカゴ経由で東京帰ってきたんで、ないんですよ。強制隔離が。で、今、自主隔離、家に2週間です。もう全然納得いかへんねんけど。だって僕、アメリカ出る前に PCR 受けて、で、羽田で PCR 受けて、で、僕ワクチンも受けてるんですよ。その辺に歩いとるやつより、絶対僕の方がコロナじゃないんですよ。その辺に歩いてる人の方が絶対僕より確率高いんですよ。なんで僕隔離やねんっていう話ですよ。全然納得いかへん。でね、ちょっともう一個いいっすか。ちょっとこの勢いで僕ちょっとこれ、空港でのちょっと腹立ったこと喋っていいっすか。あのね、空港、僕羽田降りました。で、降りたら、なんかいつもの入国の感じじゃなくて、いっぱい多分厚生労働省のバイトとかがいるんですよ。降りた瞬間になんかめっちゃ人並んでて、で、そこでなんかこう書類を5枚ぐらい渡されたんですよ。で、その書類5枚をこう渡したらなんか僕の担当がえらいせかせかしたおばはんで、おばはんあかんな、おばちゃんで。で、こう5枚もうぶわ慌てとるんですよ。いっちゃうねん。慌てるは違うねん。そのなんか、迅速に仕事するとか、いいんやけど、慌ててるだけはこうもうガチャつくから、あんまり気分良くないですよね。そのせっかち感が出て。でもそのおばちゃんがもうぶわ書類渡して、あーって思って、僕持ったら、なんか、あ、これ違うって言って、ビッってその1枚抜き寄ったんですよ。で、僕それで、ここ親指がシュパーンって切れて、で、いたって僕言って、で、いたって言って、血もタラー、タラーはしゃない、血がじーって滲んできたんですよ。で、いたって言って、あっていいよって向こうも。で、血がダーって出てきて、バーって見せたら、あ、ペーパーカットですねって言ってんか。いや、ペーパーカットか知らん。
ちゃうねん。ペーパーカットっていう単語僕も初めて聞いた。紙で切る。まあ、ペーパーカットなんだろうね。違うねん。すいませんやん。一言謝ってからしか何も始まらへんねん。それ以上のトークは。ペーパーカットですね。何を事実を喋っとんねんと。いや、一旦すいませんか。ごめんなさい。申し訳ありませんか。なんかや。ほんなら、いやいや、大丈夫です。みたいな。なんか、ね、わしはチーも出とんねん。ペーパーカットですね。あれ、お前がビュン、お前がビュン引っ張るから、お前がビュン引っ張るからやん。何をそんな勢いで人が持ってる髪を引っ張ることがあるかな。いや、あれはちょっと、もうこれほんま50人ぐらいに喋らんと、この話も消化できへんというか思ってたんやけど、48人に聞いてもらったから、あと2人で消化できるわ、これほんまに。あのおばちゃんだけちょっとイラッとしたな。日本に入国した瞬間にイラッとした。何やねん、ペーパーカットって。一個単語覚えたわ。よかったわ、ほんまにもう。今週木曜日にワクチン受けるからすごく不安です。水分取ってくださいね。打つ前と打った後とか。で、まあ、筋肉注射なんで、結構まあ痛いは痛いんですけどね。まあ、重くなりますね。ブニューを入れられるし。あ、絶対利き腕じゃない方にしてください。右利きやったら左腕に打つ方が絶対楽やと思います。多分僕右腕に打ってたらスリーベッドできなかったんですね。多分コールしかできなかった多分、うん、ワクチン2種類打ったらどうなるやろ。効果2倍か。僕その発想大好きなんですけど、大体薬品系ってそれアホなんですよね。確かアホなんですよ。僕の元そのバーやってた時の有能な社員がね、風邪ひいた時は2倍の量を2倍の速度で風邪薬飲むって言ってました。絶対アホちゃうかなと思うんだけど、その方が4倍早く治るって言ってましたね。賢いなと思ってね、僕はニコニコ見守ってましたけど、今回ミックスも余裕やろうって思いながら行ったんですけど、いざテーブル開いたらめっちゃ緊張して、え、これどうやったっけとかめっちゃあったんで、ちょっとね、勘を取り戻すためにも、この2ヶ月はめちゃめちゃミックスゲーム強化月間とさせてもらうので、ミックス配信ルールもそうですが、どんな時にオープンして、どんな戦略でどんなことを考えるべきなのかってのを話しながら配信してほしいです。昔結構やったんですけどね、一時期。オンさんのミックスゲームの動画見てめっちゃ面白そうだとは思ってる、同じく。でも面白いっすよ、そりゃ。だって飽きないっすもん。強い人とやるのももちろん勉強になるんですけど、結局、回数やることが大事なんですよ。だからミックスゲーム仲間が増えることはめっちゃありがたいんで、皆さんやりましょうよ。もう、ぜひ。まあ私はホールデムすらまともに最近できてないから、いきなりミックスいっていいものか。いいでしょ、もう逆に。何からがおすすめやろ。何かっていうか別に僕の動画見て黒物そうやんって思ったゲームをやるのが一番いいと思いますけどね。リミットホールデム、オマハハイロー、ラズスタッド、スタッドハイロー、リューセブン、バドゥーギ1個たら、ああシングルドローか。ターズのリミットっていう手がありましたね。今見たら 0.02、0.04 が最低ですね。それがリミットなんですよ。ってことはそれを7で、まあ6から8で割るぐらいがいいんで、2円4円を8で割ってくださいよ。25銭50銭ですわ。めちゃめちゃ安く遊べると思いません？ 2 円4円のオマハハイローっすよね、確かね。そう、オマハハイローが爆裂安いんですよ。だから、ターンとリバーでも4円しか打てない。安すぎません？全部コールしちゃう、僕。全部コールしちゃうわ。4円やったら。そんなに安い換算なんですね。まあ、7で割るぐらいでイメージしてもらったら。1-3 とかあるじゃないですか。海外の、まあ、大体最低レート。リミットだと、10、20ぐらいが1-3ですかね。で、2-5 がまあ20、40。5-10 が40、80っていう感じですか。だって簡単に言うと、リバーで80しか打てないんですよ。5-10やったら、リバーで500とか打てないですか。っていう感じです。ブラインドだけ見たら高く見えますけどね。あ、ちなみに、そう、10、20って書いてあっても、あれ、
ブラインドじゃないんですよ。ビッグベッド、スモールベッド、ビッグベッドなんで、ブラインドはそれの半分になります。2-4って書いてあっても、ブラインドは1-2です。だから、見た目よりだいぶ安いです。僕も初めね、20、40とか書いてあって、なんていう天空のレートで売ってんや、こいつらと思ったんですけど、見に行ったらみんな、5万円ぐらいしかチップ持ってないんですよ。どうやって打つのよ、20、40をって思ったんですけど、40しか打てへんから、5万円で十分なんですよね。ポケットからアドオン、ポケットからアド